もね、キングダムハーツドリームドロップディスタンスやっていきまーす。はい。なんかトラバースター一回戻るんだよね。来てって言われた。はい、行ってください。あれか、またよくわからない話行こう。あれ、またトラバースタウンだ。戻ってきてくれたね、ソラ君。待ってたよ、カオル君。カオル君、それよりもさ、とりあえず降りてきてよ。話しにくいから。高いとこにいるんだ。いや、じゃなくてさ、待ってたんじゃないの？なんだか君もネク君みたいになってきたね。そんなことより、君たちを待ってたのは。君たちってことは、もしかしてリクも？うん、君たちはまだ会えてないようだね。でも、会えてない。信じていれば会えるよ、リク君が言ってた。うん、そうか。その言葉の通り、ネク君たちもパートナーに会えたんだ。じゃあ元の世界に。前にも言ったけど、彼らは一度存在を失った、はい、本来なら死神に魂を奪われるところだった。死神？でもこの世界で再生し、パートナーとも再会できた。死神？そう、ネク君たちが元の世界に戻るためには、いくつかの死神のゲーム、ミッションをクリアしないといけない。その話、それが元いた世界のルールだからね。死神だったか。でも今回のミッションはかなり厄介でね。何何？仲間を呼ぶ能力を持つドリームイーターが現れて、キリがないんだ。あら、それで君たちの力をまた貸してあげてほしいと思ってね。ドリームイーター、力貸しても全然いいんだ。ドリームイーターの有効な武器、キーブレードを持つソラ君とリク君に。はいはい、やっぱりリクもここに来てるんだ。そうだね。でも二つに分かれたもう一つの世界は、なんだか近くて遠いとこにある気がするんだよね。近くて遠いとこ、時間や距離では測れない場所。ポータルで隔てられていることで余計にあやふやになってる。なんだ。大丈夫、分かってるのか。会えなくてもリクとはいつも心でつながってるから。かわいい。君たちが羨ましいな。そんなこと言うな。ヨシュアの気持ちだって伝わってるさ。そうだよ。そうだ。君の全く根拠がないけど、その気にさせる自信、嫌いじゃないよ。おい、好きって言え。噴水広場でレック君がパートナーに応戦している。頼めるかい、ソラ君。秒。もちろん。秒で倒してくるぜ。来た、着いたよ。どうだ。うわ、あ、なんか出てる。ちょっとだけ疲れちゃったね。休憩しよっか。あ、二人で一緒にちょっと。あ、強そうだ。本読んでるよ、魔法キャラか。出た。あ、え、溺れてる。大丈夫？お待たせ。そら、出た。ここは俺に任せて。いや、来た。俺はまだ戦える。そんなこと言って、ドリームイーターだって呼び出せてないじゃないか。ドリームイーターはもう必要ない。なんだって？やっとパートナーに会えたんだろ。次は元の世界に一緒に帰らないと。そうだよ。ネクがやられたらその子はどうする？しょうがないな。しょうがなくないだろ。ちょっと休ませてもらうよ。任せろって。色づちるんでしょ。もうないけど。ドリームイーターをやっつけろ。やっつけろ。ウェイ。逃げられた。逃げられた。ソラ。あいつが仲間を呼ぶって言ってた。君がネクのパートナーだよね。うん。私シキ。あなたソラでしょ。なんで俺のこと。話はネクから聞いてるよ。そっか。ネクはシキのことすっ。すごく探してたんだよな。ちょ、やめろその話は。かわいい。どうして？お年頃なんだから。言ってただろ、必要だって。 ありがとうネク。あら、そんなんじゃないからな。あら、お年頃ね、うん、でも誰かに必要って思われるのは嬉しいよ。お取り込み中のところ悪いけど、トラブルだ。今のドリームイーターはもう一つの世界に逃げたみたいだ。もう一つの？陸側？ということは陸が？そう、向こうでは陸君たちが戦ってくれている。でも
このままでは行ったり来たりを繰り返すだけだ。だから同じ場所で待ち構えて挟み撃ちにするんだ。その場所は三番街だ。わかった。了、行くぜ。よしは、なんだいネク君。俺たち本当に元の世界に帰れるのか。何言ってるの、ネク君は負けられないんでしょ。自分を諦めたら世界を諦めるのと同じだよ。あらかった。お前も来るよな。ヨシオは行けないんじゃない。僕も。ああ、友達だろ、一緒に帰るんだ。あら、君は君でソラ君みたいなことは。カオル君ありがとう。何？帰れない感じ出してるじゃん。帰れないキャラだから。帰れない感じ出してる。もう庭だぜトロバスタウンは。さっき迷ってたけど。任せろリク。リク君がうまくやってくれたようだね。さすがリクだぜ。こっちは俺たちが引き受ける、ソラはあいつを頼む。わかった。お、このボス戦ボスをね、任せとけって。うわぁ、あれ、あ、こいつ戦ったことあるぞ。戦ったことあるよね。なんとかモンスター。スペル感。絶対おしまい。効率化。燃えろ。受けてみろ。はっ。受けてみろ。やっ、どうだ、燃えろ、癒しを受けてみろ。ああ、もう変更につけ、どうだ、燃えてみろ、癒しを受けてみろ。はっ、ああ、受けてみろ。はっ、よし、お、倒したぞ。倒したようだ。お、鍵山。ああ、また逃げられた。よし、今度はどこだ。本当を倒さないと。どうやらこのトラバースタウン以外の世界へ逃げたようだね。もう僕の力は届かない世界だ。あれも。そうか。ミッション失敗ってこと？俺が追いかけるよ。え、今さらゲームの参加者じゃないからダメとか言わないよな。わお。さあ、でもいいんじゃないかな。ソラ君的に言うなら心がつながってるんでしょ。あ、じゃあ行ってくるよ。頑張れソラ。かっこいい音楽だね。ソラ、ん？ありがとう。あら、ソラの言う通り難しいことじゃなかった。うん。なんだかネク陽キャの塊、ね、リそうか。え、てかお腹出すぎじゃない、うん、かっこよくなったよ。はぁ、お腹出てる。お友達と会えたら今度は私たちの町にも来てよ。そうだな。お、渋谷、渋谷で待ってる。渋谷、あれ、困って、これこのそば、このそばに出てきた人たち、あれ、このそばの人たちに似てない。リク君に伝えておくことはある。うん、うん、自分で伝えるから。バイバイ。ネク君ってロクサスの声だよね。なんかリクもソラも一人ぼっちで可愛い。トラバースタウン戻ったのか。ヨシアか。君たちを待ってたよ。振り返らない。何かあったのか。ちょっと全然振り返らない。君たちの力を借りたいんだ。怖すぎる。ソラももう来てるのか。さすがリク君、ソラ君と違って話が早い。ああ、今ちょっと嬉しそうな顔してて。
さて、早速その問題なんだけど、厄介なドリームイーターが現れてね。厄介？両方の世界を厄介なんでごんバルーンラーン、他のドリームイーターを呼ぶ能力がある。倒してくるわ。それがなかなか手強くてさ、バルーンバルーンバルーン。今みんなでミッション中なんだけど、状況は厳しい。オッケー。そうか、よくしたちも参加してるのか。そうなんだ。ゴー。今はみんなパートナーに会えて、シキ君はもう一方の世界で戦ってる。向こうではソラ君にも頑張ってもらってるよ。なら安心だ。俺はどうすればいい？ちょうどそいつがこの先の噴水広場に現れたところなんだ。こっち側にはビートに行ってもらってる。わかった。それと君には言っておきたいことがあるんだけど。何？ん？ポータルを介した2つのトラバースタウン、ずっと2つは並行した世界だと思ってたんだけど、うん、どうも間違ってたみたいなんだ。あら、どういうこと？どういうこと？ちょっと複雑な話なんだけど、君たちがこの世界を去った直後、シキ君もビートもパートナーと出会えた。ミッションへの参加者は手のひらにカウントが刻まれてるんだけど、向こう側に行ったシキ君の時間はパートナーより遅れていて、こちらの世界に来たビートのパートナーの時間は進んでたんだ。二つの世界は時間の流れが違うと思う。ほう。でも世界の全てが時間の流れは違う。シキたちが元いた世界とトラバースタウンでも言えることだ。うん、その理屈は分かってる。ただ同じトラバースタウン同士なら時間の流れは同じはず。この二つは単純な平行世界ではないということだよ。なんだ、どういうことだ、わけわからない。例えば過去と未来とか。いや、それも違う。二つの世界は明確に別々で、時間だけの隔たりじゃない。さっき君が言った通り、違う世界同士では時間の流れが違う。うん、つまり二つは全く同じようで、まるで違う世界なんだ。違う世界？違う世界？うん、答えは僕にもわからない。どういうこと？同じだけど全く違う別の世界。一つだけ思い当たるとすれば。ちょっとアホすぎてついていけてないぞ。夢。そう。さすがリク。マジでさすがリクくんだわ。僕や僕の友達には重要なことではないのかもしれないけど、君とソラ君には大事なことかもしれないと思ってね。うん、ああ、ありがとう。とりあえず今は噴水広場に。さすが、話が早いね。行ってくる。いいね、リク。リクいいよ。着いたぞ。あ、戦ってる。ビート！ビート！おっせつーの！ビート、お前のドリームイーターはどうしたんだ？今はパートナーが一緒だしな。お前の出番もねえよ。なんだって？またビートはそんなこと。かわいいんだよな。さっきまでリクはまだかって言ってたじゃない。たはは、もうそれを言うなよ。はじめましてだね。僕はライム。かわいい。リク君だよね。パートナーのビートだ。ごめんなさい。だから素晴らしき、この俺は謝んなきゃならねえことはしてねえっつーの。新しいの出てる。本当に謝るのは早い方がいいよ。出ないとどんどん謝りにくくなるんだから。おいリク、黙ってないでちゃんと言えって。悪かった、ただ仲がいいなと思ってな。なことねえよ。余裕だな。ビートは口とか見た目は悪いけど、すっごく思いやりがあるんだよ。ああ、ビートの思いやりには俺も救われた。ほれ見ろ、ウテライム。お前、見た目が悪いって言ったか。怒ってるよ、怒ってるよ。やばいやばい、ああ、やばい、ああ、怖い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 、めっちゃ怖い。さあ、奴がお待ちかねだ。そろそろ行くぞ。おお、怖いんだけど。めっちゃ怖かった。こいつらは俺たちに任せろ。リク君はあいつを追って。ああ、よし、逃がさない。こっちも通行止めだ。ルールは守らないとね。しまった、ずるい。逃げられちゃったよ。ソラ、頼んだぞ。もう少しで追い詰められるとこだったのによ。の方に逃げた。ああ、でも向こうにはあいつがいる。大丈夫だ。
でもよ、なんだかすっきりしねえな。リートは誰の影響も受けないんだね。変わらないよ、君は。なんだって。はあ、当たり前だろ。当たり前だろ。俺は俺だ。俺は俺だ。リト大助の城君だっけ。おい、フルネームで呼ぶなよ。変わった名前だな。全員日本語。おい。桜葉ネクって書いてある。うん、感じだ。こぎ上がった。さあ、俺はもう行くよ。リック、ありがとう。おー、元気でな。またみんなで会おうぜ。おうよ。うん、ソラ君にもよろしくね。オッケー。あ、リック君、さっきの話だけど気をつけてね。もし本当の夢だとしたら、現実だと信じさせようとして夢は嘘をつく。分かった。あ、何の話だ。何の話だ。君やソラ君には難しい話さ。なんだって。バカにしやがって、ソラを。ピー、やっとクリアした。リクとソラって何歳くらい離れてんのかな。わかんない。え、リクの方が年上だよね、多分。うん、卑怯さしょ、リク。卑怯で結構。悪者はそういうもんだからね。自分で悪者って言っちゃってるよ。あ、ミニー。ピート、そんな小悪党みたいなことを言うんじゃないよ。怒られてる。私たちには全ての世界を手に入れるという大きな目的があるんだからね。てか、君たちには悪いけど、そう思い通りにはならないよ。そうだ。この状況をよく考えて、ね、考えて言うのね。王妃がどうなってもいいのかい。ミニー、ミッキー、私のことはいいです。マレフィセントの言いなりになっちゃう。ミニー、ミニー、マレフィセント、マレフィセント、一体何を望みだ。そうだ、ね、なんか毎回さ、ミッキーの声違くない。まずはこの世界を私たちの住みやすい場所にしてもらおうかね。毎回チューニングしなきゃいけないんだけど、ま、ここは眩しくていけない。わいや、これ待って、マルフィセントさ、白を上げたよ。君がそんなことでここまで来たとは思えない。そうだそうだ。本当の目的は何なんだ。さすがだね。あら、バレてる。私が外の世界を知るきっかけを作った人物、ゼアノートを知っているだろう。ゼアノート、はいはい。どうして彼を。やっぱり知っているようだね。ゼアノートだと思ってるんだ。テラのこと。彼に聞いたのさ。あれ違う。心を闇に引き入れる方法。ジャーノートに合ってるんだよね、マリス。そして世界の七つの純粋な光の心。ああ、そっかそっかそっか。その七つの光を手に入れれば世界も手に入るとね。でも私の思惑とは少し違っていてね。世界は思った以上に複雑でうまくはいかなかった。だからね、思ったのさ、うん、どうしたの。私は私のやり方で世界を手に入れよう と。もうお前たちは確か世界のデータとやらを持っていて、データ、データ、それを渡してもらうよ。やめなさい。なんだって。この前俺が閉じ込められていたやつさ。あれをこっちによこせ。リコーデットね。データをどうするつもりだ。やめろ。お前に教えるつもりはないよ。データをあげてもいいんじゃない。ダメなの。データをあげるとどうなる。みんな大好きな王妃がどうなっても知らないぞ。どうやら要求には素直に答えるつもりはないようだね。なんだって。こうなればやん、消えてもらうよ。やだ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 。あ、え、アクセル、アクセル。ホーリーライト。王様、ミニー。かわいい。じゃなくて、あれアクセルの武器だよね。マレフィセント、うん、観念するんだ。なあ、マレフィセント、計画失敗だ。ひとまず逃げよう。そうだね、また出直すことにするよ。
欲しいものがここにあることは分かったからね。ねえ、なんだアクセルの武器。ね、待ってくれマレフィセントまた捨てられた。ブルートいないんだけど。本当だ、なんでアクセルいんの。闇の力を使ってここに。無茶なことを。え、アクセル死んだんじゃない。まさか君に助けられるとはね。なんでアクセルいるの。違うな、リア。俺の名前はリア。やっぱ人間に戻ってるんだ。記憶したか。なんでアクセル。サムネ決まったじゃん。またアクセルのサムネ。はい、まあというわけで2週目のトラバースターン終わりました。はーい、終わり、おしまい。